はい、どうもこんにちは、源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、新千歳空港におります。で、ちょっとね、飛行機がね、15分遅れるということでね、ちょっと暇なんでね、ちょっとローソンのね、食べ物でも食べようかななんてね、飛行場に来ております。はい、で、ちょっとね、なんか買ってみたんですけどね、唐揚げくんね、240円とかなんて普通値段するんですけどね、そのね、デカ唐揚げくんっていうね、お値段はそのままに 46% 増量した期間限定の商品が発売されたので、そちらをいただきたいと思います。でね、飲み物はね、北海道だからということでね、リボンナポリンを飲んでみたいと思います。これあんま飲んだことないんだよね、ちょっと飲んできたいな。楽しみ。北海道限定なんだって、リボンナポリン。いただきます。おお、なんかね、ラムネみたいな香りがすごいするね。いただきます。炭酸がいいね。あ、これ美味しいわ。ラムネみたいな味、うまいね。これやみつきです。本当にうまい。すっきりとした味で、甘くてちょっとシロップみたいな味なんだけど、それが美味しいんですよね。僕全然飲んだことない。この結構報告は見るんですけどね、あんまり飲まなかったかなと思って。めちゃくちゃうまい。しかも北海道産のビート糖、北海道には天才糖っていうね、そう、砂糖を作れるね、植物がありまして、それを育ててるんですね。沖縄だったらサトウキビですけど、北海道はね、寒いところでも育つ天才糖っていうのを使うんですよ。それでこの、ね、リボンナポリに使われてるってことすごいですね。それは、美味しい。こんな感じで、いや楽しいね、こういうね、飛行場でもね、こういう贅沢な時間、待つ時間とかもね、楽しいですよね。僕好きなんで。じゃあこれ何が出てくるか分かんないじゃん。これね、4種ミックス、1粒に4つの味。どういうことだろう。辛いし、チーズだし、レモンだし、レギュラーってことだな。いただきます。結構チーズ寄りだけどね。チーズ味をね、ちょっと辛くした感じかな。美味しいですね。なんか4種ミックスって書いてあるからさ、4種類別々のやつが入ってるのかと思ったらさ、味自体が違うんだね。もう、美味しい。香ばしい香りがするし、この鶏肉も美味しいよね。美味しいです。でね、これすごいんだよ。国産チキン使ってるんですよ。多分九州とかだと思うんですけど、これがね、美味しい秘訣だと思うんですよね。ローソンの商品なんですけどね。そう、昔食べてたのは塾の、小学校の時にね、塾通ってたんですけどね、中学受験のその時に食べてました。美味しい。もう北海道の水使ってるだけあって、やっぱりうまいですね。ちょっとゲップが出た。いや、ソフトクリーム並んでたな。それにしても並んでましたよ。あれはね、本当にこれでも買ってぐらい、やっぱりテレビの影響力ってすごいんですね。テレビの影響力すごいなと思って、テレビで結構ね、取り上げられてたんですよね。日の戸屋とかね。梅っす。はい、またなんかレギュラーの味というよりは、チーズとレッドを合わせた感じの味になっております。これね、焼き印がついてる時があるんだよね。それがなんか当たりみたいなね。今のところないですけど。美味しい。レモンの味はちょっとよくわからないですね。こっちにレモンのキャラクターがいるんですけど、レモン味のよくわかんない。
まあ、唐揚げにレモン垂らした感じではあるんだけどね。ちょっとよくわかんない。美味しいね、びっくりした。いや、これね、水が違うね、うん、飲み応え、クリアな味なんですよ。北海道の水ってね、なんかね、喉越しがいいんだよね。すっきりする感じ、スッと体に入ってくるんですよ。で、それにそのリボンナポリのね、シロップみたいなそういう香りだとか、うん、それが、ま、あの合わさって、すごいなんかとってもいい味が出てます。いや、お客さんが増えてきたな。まあそろそろ動画終わろうかな、うん、いや、びっくりした。 L チキでこんな、しかもね、大きいよね。結構大きいですよ、うん、美味しい、うん、たまにはこんなのもね、食べてみてもいいかもしれませんね、うん、はい、ということで、チャンネル登録、高評価、共有のほどよろしくお願いします。ということで、以上。